能戸半島地震を受けて研究者らが被災した子どもが避難先で安心した学校生活を送ることができるような受け入れ体制の必要性を訴えましたふるさと子と自然に話したりとかそういう教室をどうやったら作れるのかということで焦点を当ててえっと考えていくことが大事じゃないかと東京学芸大の大森教授らは受け入れ教育という言葉で いつ転入があってもいいように避難した子どもの受け入れ方の工夫や学校づくりをすることを提言しています阪神淡路大震災と東日本大震災では共に2万人以上の子どもたちを全国の学校が受け入れたとされています教授らは能登半島地震でも受け入れが全国へ広がるとみて 石川県内を含めて全国の学校で被災した子どもの受け入れ体制を整える必要があると指摘しましたその上であらかじめ子どもたちと一緒に受け入れのあり方を話し合っておくことや被災地の自然文化を知ることで転入した子どもを温かく迎え入れることができるとしています